茨城県の皆さん、こんにちは。私は、栗田病院で勤務しております作業療法士の檜山と申します。今回は当院での精神科治療の中で作業療法がどのように実施されているのか、その特徴についてお話しします。当院の治療の最大の特徴は、法人の向かうべき治療目標を定めた臨床スピリットに基づいたチーム医療の実践です。この実践のため、当院では急性期治療病棟、それから療養病棟、それから認知症治療病棟、それぞれの病棟に作業療法士を配置しております。それによって OT 同士はもちろん、多職種が連携し合い、継続的な治療を実施展開していきます。また患者様の退院をゴールに設定するのではなく、地域生活での支援についても有効な治療の継続を目指して、デイケアなど、デイケアや訪問看護などにも積極的に作業療法士を配置しております。このように作業療法士として積極的に治療に関わりたいという方、ぜひ一緒に働いてみませんか。病院見学会も実施しております。ぜひ一度見学にいらしてください。